で、着いた。ナコンパヌン。これメコン川。この向こう側はラオス。そうなんだ。すごい大きい。そう。で、また屋台ね。うん、もうグルメだね。グルメツアー、ね。とにかく屋台飯食べて、屋台の兄ちゃんとかと一緒に写真を撮る。うん、何これ大きい。いや、これも個室で。キングサイズ終わればいい？ベッド大きいもん。でも、その2000円くらいかな。もうメコンが目の前みたいな。まあいいね、なんか、陽気な感じが。写真撮っていいですね。食べては写真撮る。そう。また違うの食べては写真撮る。茶色い食べ方なのは。うわぁ。食べて。で、ラオスも行ったんだ。ちょっともうすぐ、向かいがラオスだからさ。で、バス。あの席のバス出てるから、普通にラオス行って、なんかラオスコーヒーみたいな。メコン、逆側のメコン川から、なんか今度は逆、タイを見ながら、アイスコーヒーを飲むみたいな。あそこにいたんだな、みたいな。そうそうそう。物もめちゃくちゃ甘い。あ、そうなんだ。で、またタイに戻って、ナイトマーケット。ゾウさん来るから。うん、ゾウさんかわいい。面白い。うん、この少年が連れてきて、ゾウ使い。ゾウ使い。なんかちょっと、はい、お金みたいな。ああ、うん。そんな感じ。そうね。ナイトマーケットにゾウってすごいよね。すごいね。うん、やっぱ人が多いところを狙って来てるのか。稼ぎに来てる。で、またなんか、あもう美味しそう、食べるんですよ。ほんといっぱい写真がある。食い倒れね。屋台で、これが、そのミーコの友達が紹介してくれたの。そうなの？ここに友達いるからみたいな。ミーコの彼氏がちょっと日本人行くからって、で、この子たちが、そうなんだ。そうそうそう。へぇー、なんて素敵なつながり。で、なんかいろいろ案内してくれて、へぇー、まあ、玄茶とかもかかるから、ケツ乗せてくれて、ちょっと付近の有名な神社に。そうなんだ。ご飯も食べるし、まあこれはグリーンカレーか、これもなんかどっかで一緒に食べて、うわすごい。これ朝ごはんだね。うわ美味しそう。これ美味しい。なんだっけ、パパイヤサラダ。ああパパイヤサラダね。タイといえばね、美味しいんだよね。こんなのがもうメコン川沿いのいいレストランあるからね、タイ料理の。連れてってくれたり、うん、わいいで、こういうちょっとお寺に連れてってくれて、まあ写真撮ったり、すごい楽しかった。で、ちょっとこれチェンマイ、日本語書いてある。 ナコンパヌンまたバンコク戻って、また久々に日本人や、日本、タイも日本人いっぱいいるし、もう日本人に会っちゃおう。で、チェンマイで日本人宿経営してて、日本人がやってるのね。で、なんかトランプ、いろいろなようなトランプしたり。みんなで。あ、カオソーイ。そう、チェンマイっていう地域の知ってる、チェンマイ。で、カレーラーメンがすごい有名で。そうなんだ。もういっぱいカオソーイ屋さんばっかりで、何軒も回った。カレーラーメン食べに。すごい、ほんとだ。すごい人気のお店とかあって、あ、そうそう、相席だ。相席になった。正規なくてどうしようと思ったら、おちょいでっつって、優しい。このお姉さんに、バイナスって一緒に。そうなんだ。写真撮ってくれて。めっちゃ痩せてるよね。うん、すごい。なんか、さらに痩せてるよ。めっちゃ痩せてるよね。やっぱ激動のインドだったからじゃない？激動のインドだよ。インドなんだよ。痩せてる。いやー、こんぐらい痩せてた。なんか4、5キロくらい、ヨーロッパより痩せてる気がする。また痩せたんだよ。戻りたい。すごい。まあ、カワソーイ。またいろんなお店でカワソーイ食べて。すごい。で、マレーシアに飛んだんだ。クアラルンプール、これ。クアラルンプールのちょっと有名なナイトマーケット、アローストリートっていうところに来て、まあ、ちょっと
僕は嫌いなんだけど、うん、あ、そうなの？っていうのも、うん、初めて来て、ナシゴレン食べる、うん、って聞かれたから、ナシゴレン、ナシゴレンって言って、食べたいナシゴレンって思うでしょ、うんうんうん、もうエキゾチックな辛いチャーハンみたいな、うんうんうん、っていうからさ、そうだってさ、ナシゴレン来た、白いチャーハンなの、えみたいな、なんで？食べるでしょ、うん、いや、ただの焼き飯、ちょっと味の薄い焼き飯じゃん、なんだよ、うん、まあ、後々聞いたら、ナシゴレンって、ナシって米、ゴレンの場合、炒める。炒めたら、お米なんだよ。じゃあ、合ってたのね。合ってるんだけど、うんうんうん、僕の頭の中でナシゴレンとは全然違う。違うね。うんうんうん、なんだよ、ナシ。ふざけんなみたいな。お金払って食べたの。このアローストリート、それで嫌いになってたの。でも勝手に騙されたかみたいな。でも、おいおい、インドネシアでナシゴレンだ。うんうん、めちゃくちゃ美味しいよね、インドネシアのナシゴレン。めちゃくちゃ美味しい。だからもうね、マレーシアでナシゴレン食べなくていい。そっか、インドネシアでナシゴレン食べる、うんうん、もともと同じ民族だから、うんうん、マレー語とインドネシア語ってすごい似てて、うん、あ、ナシゴレンも同じなの。そっか、でも味はインドネシア、うん、インドネシアの味しいね、全然。そうなんだ。で、クアラルンプールで観光して、うん、まあ、電車でシンガポールに行った。うん、また食べ歩きを、うんうんうん、シンガポールでいろんなものを食べて、食べて、ちょっとマーラーを食べて、うんうんうん、食べて、超美味しそう、うん、シンガポール物価安、物価は高いけど、うん、屋台だけは安いんだよね、あ、シンガポール。そうなんだ、うん、で、この子、うん、台湾人なんだけど、うん、ギリシャで会ったの。へえ。ギリシャで会って、うん、でメテオラでもあった。え？いや、メテオラってもギリシャだけど、うん、だからその前のアテネで、うん、アテネで初めて、同じホステルに泊まってて、あ、そうなのね。なんか、あれ日本人かなみたいな。うんうんうん、見た目は、ね。見た目日本人っぽいでしょ。だから、うんうん、え、日本人みたいな感じで話しかけたら、いや、台湾人みたいな。あ、そっかそっか、ごめん、みたいな。なんか日本人と話したかったんだ。ずっと、旅、友達帰ってからずっと一人で旅してるから、みたいな。で、それで、なんか、連絡先交換したのかな、うん、?Facebook か忘れたけど。うんうんうん、で、その後、メテオラも、ちょうど同じ時期に行くからって言って、やっぱりそしたら、あ、そしたらあったんだ、メテオラで。うんうんうん、あ、じゃあ一緒に観光しようっつって、修道院も一緒に回ったんだ。で、その子とは別に帰ったんだけど、うんうんうん、いや、もう俺シンガポール行くんだっつったら、うんうん、じゃあ私も行くみたいな。同じかな。そうなんだ、一緒にちょっと来てるみたいな。ちょうど行きたかったみたいな感じで、シンガポールで待ち合わせて、まあ、一緒にいろいろ食べ歩きしたり、そうなんだ、なんかナイトサファリ行ったり、うん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 、して、うん、なんかこの、なんだっけ。プロジェクションマッピングみたいな。そうそうそう。あの水でね、噴水なんだけど。水に映す。ほら、あの有名な、あるでしょ。何？ホテル。シンガポールといえば。屋上のプールのやつ？うん。マリーナ・ベ・サン、うん、ベ・サンズ。うんうんうん、なん。まあ、あとで確認して、うん、テロップで出すとして。そこの向かいで、いつも毎日やってるショー。そうなんだ。うん、へぇー。ワダワダフォーワールドって、ルイ・アームストロングに曲に乗せて、もう、感動。あ、そうなんだ。いや、その曲がまず大好きだったし、でも、シンガポールが、バックパッカー最後の場所だった。うん、次、オーストラリア。はい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 。ワーホリがまた始まる。あ、ちょっと感慨深い。そう。もうこれで最後だ。4ヶ月のバックパッカー。生活これで終わりだった時に、うん、What a Wonderful World、うん、素晴らしいこの世界曲を映像に乗せてシンガポールで聴いて、ジーンって本当にこの世界って素晴らしいみたいな感じで、で、最後オーストラリアに行く、うん、へーすごい、うん、っていう4ヶ月すごいね、面白い、いろんなことが、いろんなことっていうか、まあ、インドでいろいろっていう。まあ、まあ、ヨーロッパもいっぱいあったし。そうだね。まあ、かいつまんで話すと、こんな感じだ。ねえ、すごいね。
話すといろいろね、はい、思い出してくるし、楽しいね。ね、うん、いや聞いてくれてありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、また、うん、マミがね、うん、何かあれば。なんか、うん、今日はもう時間が、そうですね、だいぶ、もう46分オーバーしておりますので、はい、でこの辺で、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。よーし、世界一周した。ね、インスタね。よかった。